はい、おはようございます。おはようございます。サクチャンネルです、はい。3月24日です。はい。今日ですね、袋栽培のジャガイモ、はい、ちょっと動きがありましたんで、はい、追肥とかもしていきたいと思うんですけど、はい、ちょっと見ていただいていいでしょうか。はい、わかりました。はい、これインカーですよね。インカーの目覚め1球だけ植えて植え付けましたね。はい、あれが結構ねちょっと早かったんですけど、はい、この3月24日本当は春ジャガイモって3月今今日とか植えてもらっても全然遅くないし間に合うんですよ。はい。なのでちょっとこれ早めに植えましたから、はい、ちょっともう暖かい日も結構続いたんで例年より早く芽が出てきてます。はい。まあこれはこれで順調なんですよね。はい。でジャガイモって結構その肥料を入りますので、はい、よく畑とかでしたら追肥寄せ土とかっていう風なことを2回、はい、3回と肥料を取っていくんですけど、はい、やるんですけど袋栽培でも中にもともと肥料の入った、まあ、土ではあるんですけど、はい、ちょっと早めに今回ねたくさん収穫したいんで、はい、少しの分量を回数多くやっていきます。お、里芋の時もありましたね。そうですね、はいはい、やっぱりその細かな回数、あ、少しの肥料を切らさないように回数を多くするというのも成功の秘訣かと思いますので10倍はね収穫したいですからね。そうですね、はい、はい、頑張っていきます。お願いします。はい、そしたら肥料はもう毎度のこのマイガーデンベジフルでもいきます。ほんと1年間使い続けてもまだいけますね。はい、すごいわ。どれだけやったかですね。はい、で肥料の分量は20g ぐらいでいいかなと思うんですけど、はい、これをジャガイモってその根の出方は割とその広範囲に浅く、まあ、広く張るんですよ。はい、で、あんまりその底の方にもう今はできませんから、ちょっともう表面に巻くだけではなくこうやってちょっと軽く土を円形にドーナツ型に軽く伏せます。はい、穴開けて。こんな感じでね、はい、ちょっと今準備しました。はい、でここに、まあ、株の中心をかけてやっております。はい、袋栽培とかでしたらねこの芽が出たタイミングが一つのまあ時期だと思うんですよね。袋栽培と手元になるんで管理しやすいですね。そうですね、はい、でこれであとはもう土戻すというところですね。簡単です。で今はねパッと見たところ芽が4つ出かけてるんですよ。はい、でもう少し伸びてきたら、はい、10センチぐらいの時に茎引っ張って2本にしたいと思うんですよ。はい、いわゆるその芽かきですね。はいはい、そうすると中のその芋が充実して数多く大きなのができるっていうような仕組みになってきますので、芽かきも重要なんですよね。はい、10倍収穫しようと思うと。そうですね、はいはい、でこれがまあ今日の作業でした。はいはい、じゃがいもの追肥、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。